はい、こんにちは。カメラマンの村誠一です。いかがお過ごしでしょうか。なんかね、コロナのことでね、まあ大変な時代になってきちゃってますけど。
まあ今回なんかもね、あのコマーシャルオートなんか読んでるとね、皆さんも大変で、仕事も激減しててね、みんな大変そうなことが書いてありましたけど、自分の近くをこう歩きながら撮るっていうこと、自分がね前回去年やっていたようなことをね、皆さんもそのやるようにするといいと思うんですよね。カメラを持ってちょっと歩くだけで、普段見慣れた光景だけど、その中に面白いものがあると思うんですよね。で、自分はね、まあ、昨年なんかちょっと雪を取り、蔵王に行きたいとか、千葉に行きたいだとか、いろんなこと予定してたんだけど、急にこんな事態でね、もうちょっとね行きたいと思ってたものができなくなってしまったんですけど、とてももう残念な気持ちですよね。この残念な気持ちをね、こういい方向に持っていくためには、とにかくカメラを持ってね歩くことだと思うんですよね。まあ自分もね、ライカの M10 モノクロームを持ってるので、まあこれをね、持ちながら、まあできるだけたくさんのスナップを撮ってね、最終的にはね、作品集にこうまとめたいな。写真展っていうとね、ちょっとね、やっぱコロナのことを考えるとなかなか難しいんだろうなっていう。まあできたらね、作品集ぐらいは、まあなんとか作りたいなっていう気持ちだけですよ。願望だけですよ。まだ仕事の合間見てね、行ってはいるんですよね。だからイタリア行ったり、タヒチ行ったり、ニューヨーク行ったり、砂漠にも行ったりとかね、いろいろしてきたんですけど、やっぱりそういったものをね、作品集にまとめなくちゃいけないって気持ちありながらねやってるわけだけど、本当はもっと身近なもの、身近な撮影をして、あの新人時代のことを思って、まあ、そういうふうに写真を撮るっていうことも、まあ、一つの考え方なのかなって気は自分でちょっとしてますね。皆さんはね、どういうふうに、まあ、考えられてるかちょっと分かんないんですけど、とにかくね、写真ってね、撮らなくなると下手になっちゃうことは確かですね。だから自分でもそうだけど、カメラを触ってカメラの感触をこう確かめてね、こう部屋の中でも常にこうカメラをこう動かしてカメラを見るっていう感覚だけを自分で忘れなければ、ちょっとこうね、近場歩きながらこう写真を撮るっていうようなことをねやればね、もう本当に写真の感覚っていうのは忘れないから、周りの景色を撮って、あ、今日はいいの撮れたな、あれの撮れたなっていうような、まあ自分だったらイタリアで撮ったとか、そういうね、タヒチで撮ったとか、そういう写真をもう一回ね見直して、また新しい感覚でこう写真を選び出すだけでもね、気分は違うと思うんですよね。撮りたいものを撮るっていう、やっぱり撮る動作ってのはもうすごく重要だと思うんですよ。で、近所を散歩する、もう一回ね、やっぱり面白いものなんて溢れてんだから、溢れてるところを自分で面白くこう掴んでね、これだけでね気持ちってすごく違ってくると思うんですよね。もうほんとね、テレビ見てるともう毎日コロナの話でね、コロナコロナコロナばっかりだから、まあこの話っていうのはね、まあ自分は去年、まあこうなった時にね、まあでも 2,3 年は続くんだろうなっていうね、ワクチンが出てくるって言っても、果たしてね、じゃあそれでどうかっていうのも本当にまだ先が見えないから、先が見えない怖さですよね。近く行っていい写真を撮ることを心がけて、気持ちをね、あのブルーにさせない、もうとにかくハッピーな気持ちをこう写真の中にこう出して、いいものをね、こうぜひね皆さんも撮ってってください。まあ自分もそうなんだけどね、テレビばっかり見てね、そういうのでこう落ち込んでももうしょうがないんでね、やっぱりそれできるだけもう自分の気持ちをね、こうハッピーにさして、それでより良いものを皆さんもこうね、写真に向かって撮ってみてください。カメラはね、もうだって持ってって撮る分にはね、今なんかデジタルなんだから、本当にいくら撮ってもいいわけじゃないですかね。面白いなと思ったらシャッターを切る、このことをねずっとこう怠らないで、どん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 面白いものをやっていくってことだと思うんですよね。ね、皆さん YouTube 見られてるから、 YouTube をいろんな人の見て、まあそれでこういいことたくさん言ってるので、そのいいことの中から一つでもね、こう二つでもこう自分の中に吸収して、何かこう掴んでいくような、そういうような気持ちを常にこう持つと、ダウンしがちなところをこうグッとこう仕上げてね、気持ちをね、もっと気持ちをこう高みに持ってってね、面白いものをねぜひ撮られてください。このね、本当にその時代っていうのかな、もうこういうコロナのこの時代なんていうのはね、70年間自分が生きてきて、まあ初めてのことですよね。
まあ、コロナのこのことによって何か起きることを、そのことを記録していくっていうことも大事だと思うんですよね。記録していくってことですよね。だから自分がそういう気持ちで撮ってれば、まあ一つのね、コロナっていうだけでこう、もしかしたらテーマで一冊の本が作れるかもしれないし、まあ自分もね、去年ちょうど歌舞伎町でね、誰もいないところをね、まあ取り歩いたりもしたことあるんだけど、まあそれだけでね、こう満足はもちろんできないわけだけど、そういう写真を自分はまあ正直言って目指してきたわけじゃないから、まあ、そういうのも記録としてはね、残しておく。どういうふうにこう生きて、コロナの中でどういうものを見つけて、どういうこう心境でいたか、どういう心境で写真に向き合ったかっていうことを大事にされたらいいと思うんですよね。まあこの事態がこうね、もしかしたらあと1年経つのか2年経つのかって、本当はこればっかり本当わかんないですよね。まあ昨年もちょっと良くなったなと思ったら一気にこう増えてきちゃったから、それを考えるだけで本当にこうちょっとね、プラハに行った時もね、もう骸骨教会も見て、その時もね、もうやっぱりみんな昔はそのね、あの亡くなられた方が感染病によって亡くなられた方がっていうんだけど、まあね、またねこんな時代が来てしまった、このね未曾有の時代、この時代をね、またこうなんていうのかな、日本人だけじゃなくね、世界中がまさかね、世界中がこんな危機にこうなんか直面してしまうっていうのはね、でも結果的にこのコロナの時代、あと 2年か3年でもし過ぎ去ることができたとしたら、その時にはこの気持ちで撮れたんだよなっていうのも懐かしい思い出になると思うんですよね。まあそういう時代がね、一刻も早く来てほしいと思うのですが、まあ皆さんはね、まあこういうふうに絶対ならないように、頑張って良い写真を撮られてください。またチャンネル登録していただいて、またお会いしましょう。今日はありがとうございました。